チャウバナガンガマウグコマタは、ウェブスター湖は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター郡の、ウェブスター東部にある湖である、マサチューセッツ州南部のコネチカット州との、宗教近くのフレンチ川流域に位置する。湖の面積は5.83平方キロメートルと、マサチューセッツ州では、ロングポンドに次いで2番目に、大きな自然湖である。南北に長く、ノースポンド、ミドルポンド、 サウスポンドと呼ばれる3つの水域が水路でつながれたような形状をしている。湖岸が入り組んだ形状をしているため、湖周は2 7トルと面積に比して長い。最大水深は約1 4ル、平均水深は約4ル、透明度は約4 6ル。湖の西岸を週間高速道路95号線の視線で、コネチカット州。 イーストライムとマッサチューセッツ州オーバーンを結ぶ、週刊高速道路395号線が走っており、湖の北端の湖畔とこの道路の間のメモリアルビーチパークには、ボート用の施設が整備されている。この湖は現在では魚場及びレジャー用の釣り場として知られており、大口バス、小口バス、鎖川カマス、マス等の豊富な魚種が見られる。この湖は、最終表記に、 氷河の交代によって形成された。湖水は地下の泉や地下水流からの湧水である。この湖の地域に最初に定住したのはニップマク族であった。彼らは狩猟と最終の生活を送ったが、一方で農耕も行い湖で採れた魚を肥料とした。1812年にアメリカ産業革命の父と呼ばれるサミュエル・スレーターが湖畔に木綿工場を作ったことからウェブスターが形成され、 1832年には、マサチューセッツ州によって公式に町に認定された。スレーターの創設した工場は消失したが、再建された後、1936年に、クランストン印刷所に、湖の水利権と共に買収された。クランストン印刷所は、ダムを建設し、湖の水位を制御している。湖の案内版詳細は、チャーゴグガゴグマンチャウグガゴグチャウバナガンガマウグを参照。 この湖はいくつかの別名を持っているが、アメリカ合衆国内務省は、チャウバナガンガマウグ湖という名称を認定している。チャウバナガンガマウグ湖は、地元に住むニップマク族の言語で、境界にある釣り場という意味であり、湖はその名の通り、釣り場として有名である一方、いくつかの部族領のちょうど境界に位置しており、集会の場としても使われていた。また、 この地域の住民やウェブスターの町の公式サイトでは、チャーゴグガゴグマンチャウグガゴグチャウバナガンガマウグコというより長い名称を使用している。このラテン文字で45文字の名称はしばしば、米国で最も長い地名で、世界で6番目に長い地名であるとされる。しかしながら、最も広く使われているのは、ウェブスターコという名称であるとされる。ありがとうございます。